未完成建築の一つ、主規エレトル。完成にも取り壊しにも多大な費用がかかるため、未完成のままにされている。未完成建築とは、建設途中で放棄された建築物、もしくはそのようにデザインされた建築物である。計画を先延ばししながら建てられつつある建築物や、建設作業が著しく遅い建築物のことを指す場合もある。 未完成のまま止まっている建設計画や、工学的プロジェクトは数多く存在し、作業の進行が止まる段階も様々である。その中には、青図だけが制作され実現されていないもの、建設の途中で放棄されたものなどがある。長年にわたって、未完成のままの建築物として、有名なものに、アントニガウディのサグラ・ダフ・ファミリアがある。これは、 バルセロナで1880年代から建設が始まり、2020年代に完成するとされている教会である。ユギョンホテル一部が建造された未完成建築は世界の国々に数多くある。その中には建造が終わった部分だけで一定の機能を果たすものと外側しか作られていないものとがある。ユギョンホテルは校舎の例である。 このホテルは完成すれば高さがローズタワーに次ぐ世界第2位のホテルとなる。しかし現在は居住不可能であり、完成に多大な費用が見込まれることと構造的な統合性が低いことから今後も完成しないだろうと言われている。意図的に未完成の外見を持たせた建築もある。例えば16世紀から18世紀にかけて作られたホリーが代表的である。 建設作業が数十年から数世紀にまで渡って続き永遠に完成しないのではないかと思われる建築物も,もある。例えばアントニーガーディのサグラダ・ファミリアはバルセロナで1880年代から120年以上にわたって建設が続いている。スペイン内戦によってその建設作業は分断され本来の模型と製作中の部分が破壊された。 今日に至るまでその場しりかが完成していないにも、かかわらず、サグラダ・ファミリアは、毎年150万人の旅行者を呼ぶ、バルセロナ最大の名所である。40年をかけて、計画を監督し続けた、ガウディの遺体は、サグラダ・ファミリアの地下聖堂に埋葬されている。ドイツのケルンダイ聖堂は、さらに長い年月をかけて、建設されている。 その建設は1248年に始まり、632年をかけて1880年に終了した。完成されないままの状態で止まっている建造物の例を一家に挙げる。その他、建設作業が非常に遅くしか進んでいないために未完成建築と呼ばれる構造物もある。例として未完成のままになっているのは当然ながら建築物だけではない。道路や鉄道、 水路なども未完成のままになっていることがある。サークリストファー・レンが1698年に描いたホワイトホール宮殿再建の素描。建設の段階に至らず、計画途中や計画ができたままで止まっている、建築物も多い。ルートビヒ二世はファルケンシュタイン上の設計図を何度か作らせた。最初の計画は、費用の点から二度目の計画は、 ルートビヒ2世の好みから却下された。3度目の計画では、設計者が計画から撤退した。最後の4度目の計画は完了し、基礎部分の建造まで進んだが、その建設が始まる前に、ルートビヒ2世は死去した。他の例としては、当時ヨーロッパ最大の宮殿だった、ホワイトホール宮殿の再建計画がある。この宮殿が1698年の火災で、 崩壊した際、ロンドン大化後のいくつかの境界再建で活躍したサークリストファーレンが一部を建て直す計画を起こしたが、経済的制約から建設には至らなかった。実際の建設に至らなくとも、その建築設計と思想が後世に影響を残す例は数多い。1914年に始まった。 ロシアのロシア構成主義の建築からの建築の中には政治的事情により実現されなかったにもかかわらず、1990年代以降にまで影響を残し続けたものがある。例えば、ウラジーミル・タトリンの第3インターナショナル記念塔、アレクサンドル・ベスニンのレニングラード・プラウダシャビルなどは模型や設計のみを残して実現に至らなかった。 ソビエトを前衛的な意象で象徴化しようとした彼らの建築計画がスターリンの進める社会主義リアリズムに反するものとして弾圧を受けたためである。その後彼らのデザインは実現されなかったものであってもバウハウスなどの建築学校で教えられ多数の建築家によってそれぞれのスタイルに取り入れられていった。建設が始まらなかった建築物、 編集コンピュータ技術の発展により3次元コンピュータグラフィックスを用いることで建設前に完成像を立体として見ることができるようになった。建築物によっては実際の建設が行われず人々の目に触れるものがコンピュータシミュレーションだけだという場合もある。例えば1999年のケントラーソンによるアンビルトレインズ。 デジタルインタープリテーションソブエイトプロジェクツバイルイス・アイカーンと題された展示会では著名な建築家ルイス・アイカーンの設計を再現した3次元グラフィックスが展示されたが実際の建設はなされていない。実際の建設に先立って建築物のプロトタイプをコンピュータシミュレーションとして制作することも行われており設計過程を効率化し失敗を防ぐのに役立っている。 ありがとうございます。